フェリックス・オットー・デッソフは、ドイツの指揮者、作曲家。単に、オットー・デッソフとも呼ばれる。ライプツヒで、ユダヤ系の織物賞の家庭に生まれた。1851年から1854年まで、ライプツヒ音楽院に学び、ピアノを、イグナーツ・モシェレスに、作曲を、モーリッツ・ハウプトマンとユリウス・リーツに指示。指揮者として、頭角を表し、 ケムニッツ私立劇場を振り出しに芸術活動に入った。その後はアルテンブルク、デュッセルドルフ、カッセル、アーヘン、マクデブルクで音楽監督を歴任した。1860年にウィーンの宮廷学長に任命され、翌年にはウィーンラク協会音楽院の作曲教師に選ばれた。また同地ではアルトゥール・ニキシュやフェリックス・モットル、 エルンスト・フォン・シューフ、ハインレヒ・フォン・ヘルツォー・ゲンベルク、ロベルト・フックスの訓導を受け、ヨハネス・ブラームスと信仰を結んだ。1850年代から1860年代初頭に、かけていくつかの作品を作曲したにもかかわらず、その後は創作活動を断念し、指揮者としての天文を開花させていった。 1862年から1875年まで、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の芸術監督を務め、1875年に、ヘルマン・レビの後任として、指名を受けカールスルーへの宮廷学長に転任。1876年11月4日、同地にて、ブラームスの公共曲第1番を初演した。1877年には、 1> 第1回ザルツブルク音楽週間を監督。1880年に新設なったフランクフルト、歌劇場の初代音楽監督に就任。1880年10月20日には、竣工したばかりの歌劇場の落としで、ボルフガングアマデウス・モーツァルトのドン・ジョバンニを上演した。1892年に、フランクフルト・アム・マインで休止したが、 その後も、なお往年の重要な指揮者の一人に数えられていた。しかしながら、ナツスの権力賞を後は、ユダヤ人への誹謗中傷から、デッソフの作品や、音楽史上における意義は忘れ去られ、ようやく第二次世界大戦後に再評価されるようになった。娘のマルガレーテ・デッソフは、ニューヨークにおいて、デッソフが唱団を結成した。ブラームスとの友情は、 1878年にブラームスとの間で取り交わされた2通の書簡に見出される。その頃デッソフは代表作の一つとなった弦楽四重奏曲へ長々作品7をブラームスに検定しようと望んでいた。この曲は初演において成功を見たがデッソフはこれが出版に値する作品であるかどうかを不安に感じていたので、 ブラームスに譜面を送って、忌待のない意見を求め、その作品を検定しても良いかを尋ねた。ブラームスは返信の中でこの作品を褒めちぎり、このように伝えた。もし必要なのでしたら、この作品の曲名の上に、僕の名前を書いてくれたら、とても名誉に感じます。一万一、世間がそれらの結びつきを認めてくれないときは、とっくみ合いの喧嘩をしましょう。 デッソフは大変これに感謝して、しばしば、ブラームス本人が好んだような、ふざけ半分の返事を書き送った。後世のために四重奏曲のタイトルページに、自分の名前が載っているのを目にしたら、きっと君は安心するでしょう。君のドイツレクイエムを忘れた時代が来たとしても、ブラームスああ、デッソフのあの曲を検定された人ね、と言われるでしょう。 デッソーフはその他に、原楽五重奏曲作品中やいくつかのリート、合唱曲集を残しており、作曲様式はとりわけブラームスに近い。ありがとうございます。